好転となりまして、ファーレス杯という我が王子の16歳の誕生日を祝うレースにふさわしい。いや違うな、こんなスピーチではありきたりだ。民衆を楽しませることなどできん。なんだそなたたちは、今は客の相手をしている暇などない。出直して…父上、ただいま訓練から戻りました。信念を決して曲げず、国に忠節を尽くす。弱きを助け、強きをくじく。どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう。よろしい。今日も騎士道精神を忘れていないようだな。ファーレスよ、お前も今年で16歳。ファーレス杯では騎士の国の王子に恥じぬ勇敢な走りを期待しているぞ。お任せください、父上。必ずや期待に応えてみせましょう。それでは
これにて。ん？ですが、旅の方、お名前は？いいお名前ですね。何用で我がサマディを訪れたのです？大樹の枝？もしやサマディの国宝、七色に輝く虹色の枝のことでしょうか。僕ならお役に立てるかもしれません。後で大階段を下り、左に曲がったところにある僕の部屋に来てください。お待ちしています。おお、来てくれたか。わざわざ呼び出してすまなかったね。思った通りだ。身長も体格もぴったりだし、馬の扱いに長けていそうな顔をしている。君たち、虹色の枝を求めて来たんだっけ？残念だけど、あれは国宝でね、旅人にあげられるものではないんだよ。だけど僕が父上に掛け合えば、きっと虹色の枝を譲ってくれるだろう。その代わり僕の頼みを聞いてほしい。ここでは誰が話を聞いてるかわからない。今城下町に来ているサーカス一座のショーを見ながら話をするってのはどうだい？よし、決まりだ。それじゃあ夜に城下町にあるサーカステントの前に来てくれ。時間に遅れないように頼むよ。
さて、お次は世界を飛び回っては訪れた街を魅了して去っていく謎の旅芸人の登場だ。ルーローの旅芸人シルビア、摩訶不思議なショーをとくとご覧あれ。はっ、うん、はっ、うん、はい、うん、大切なお客様に怪我などさせません。楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。みんなサーカスに夢中のようだな。ではそろそろ本題に入ろうか。これから言うことは口外しないでくれよ。今度騎士たちが乗馬の腕を競うファーリス杯っていうレースが行われるんだ。それに僕も出場するんだけど、一つだけ大きな問題があってね。実は僕、生まれてこの方、馬に乗って走ったことがないんだ。これまでは部下の協力もあって父上や国民たちを欺くことができたが、レースに出たらいよいよボロが出てしまう。だけど今回は僕の16歳の誕生日を祝う大切なレース、出場しないわけにもいかず、これまでずっと頭を悩ませてきた。そんな時君が現れたのだ。僕と同じ背格好をしている君がね。君こそ僕の影武者にふさわしい。影武者って言ったってレースに出たら一目でバレるだろ。どうやってごまかすんだ。心配ない。王族は身の安全を優先させるため鎧と兜を身につける。絶対にバレっこないさ。頼む、一生のお願いだ。僕の代わりに僕のふりをしてレースに出場してくれ。頼む。何それ、そんなのずるっこじゃん。こんな頼みを聞く必要ないわ。あれ、そんなこと言っていいの。虹色の枝が欲しいんじゃなかったっけ。最低。なんとでも言うがいい。手段を選んでる場合じゃないんだ。さあ、僕の代わりに出場してくれるよね。よかった、そう言ってくれると思ったよ。レースが無事に終わったら虹色の枝の剣は父上に掛け合うと約束する。今日は君たちのために宿を取ったから、そこで泊まってくといい。明日になったらレースハウスにある王族控室に来てくれ。レースハウスの入り口は城下町の西側だ。迷わないよう気をつけるんだぞ。それじゃ僕はこの辺で失礼するよ。じゃあ。
本日はお日柄もよく、ファーリス杯というのは我が王子の、完成じゃない。さすがは騎士の国の王子様ね。私シルビアっていうの。騎士の一人が怪我しちゃって代わりに参加することになったのよ。王子様だからって手加減しないわ。正々堂々勝負しましょうね。でかしたぞ。相当馬の扱いに慣れてるな。あそこまで走れるとは思わなかったよ。さあ変わってくれ。これからみんなの前に出ないといけない。今度は僕が馬に乗る番だ。君のおかげで助かったよ。虹色の枝の剣は僕が何とかしよう。それじゃまた後で。おお、ふう、ここまで来れば大丈夫だろう。ありがとう。君のおかげで面目を保てたよ。早速虹色の枝のことだが。おっ、なあ、騎士の国のお坊ちゃん、さっきの走りやるじゃない。私感動しちゃったわ。何よ、がっかりだわ。せっかくいいレースができたと思ってたのに
入れ替わってズルしてたのね。なんだよ、あなたに何がわかるんだ。王子が馬に乗れないなんてバレたら国民たちの期待を裏切ることになるんだぞ。全員が嫌な気持ちにならないためにこうしてるだけだ。これで全てが丸く収まるんだから問題ないだろ。ふーん、そうかしら。勝てない勝負でも正々堂々と戦うのが騎士道ってものではなくて。黙れ、僕はこの国の王子だぞ。流れの旅芸人が王子である僕に騎士道を語るんじゃない。王子様、失礼します。入れ。北王様がお呼びでございます。ファーリス様の勇敢な走りに大変心を打たれたご様子です。まあ、わかった、すぐに行くよ。君には世話になった。虹色の枝の剣は僕が何とかするから、後で玉座の間に来てくれ。あなたの走り、とってもしびれたわ。またどこかで会ったらよろしくね。ありがたきお言葉、今後もこのファーリス騎士として精進いたします。来たか。父上、実はお願いがあります。あちらの旅の方の頼みを聞いてはくださいませんか。ほう、人助けとはさすがは我が息子、騎士道をよく心得ているな。なんだ、言ってみろ。はい、そのお願いというのは、あちらの旅の方に虹色の王様、大変です。サソリの化け物です。バクラバ砂丘にまたあのサソリが現れました。巡回中の兵士が怪我をした模様です。あの砂漠の殺し屋か。毎年この時期になると決まって現れるな。自国の平和を守るのは騎士の務め。二度と現れぬようよりすぐりの騎士を派遣し、今度こそ息の根を止めてくれるわ。あ、待てよ。そうだ、我が息子に魔物を捕らえさせよう。騎士として成長したお前ならば今回の任務もきっとこなせるであろう。で、歴戦の騎士を次々と亡き者にしてきたあの魔物を私がですか。私では叶いませんよ。実力者ほど謙遜するものだ。それに戦いを前にして武者震いも止まらぬと見た。頼もしい限りだな。よし、ファーリスよ、行け。砂漠の殺し屋を見事捕らえてまいれ。はい、承知しました。準備のため一度自室に戻ります。それでは。
すまない、虹色の枝の話は後だ。話があるから後で僕の部屋に来てくれ。そのお願いだ、魔物を捕まえるのに協力してくれ。お前騎士の国の王子だろ、少しは自分の力で何とかしろよ。それがダメなんだ、今まで訓練のくの字もやったことがなく、実戦は全部部下に任せていたんだよ。一人息子の僕は幼い頃から過保護に育てられ、父上と母上からどんな小さなことでも褒められてきたんだ。僕は両親や民衆の期待を裏切らぬよう、できないことでもさもできるかのようにやり過ごしてきた。そうこうしているうちに僕の評価は実力に見合わぬほど高くなってね、いつの間にか後戻りできなくなっていたんだ。でも今回ばかりはとてもごまかせない、あのサソリを捕らえるなんて僕には無理だ。だから力を貸してくれ、頼む。はあ、ありがとう、君たちはこの国の救世主だ。魔物を捕まえることができたら今度こそ虹色の枝の剣は父上に掛け合うと約束しよう。それじゃ城門の前で待ってるからな、準備ができたら君たちも来てくれよ。ほんと情けない王子ね、この国の将来は心配だわ。お姉様、あまり悪く言うのもいけませんわ、きっと王子としての重圧があの方を苦しめているのでしょう。なぜ魔物を捕らえると言ってしまったんです。戦うのは私たちでしょ、今回ばかりはいくらなんでも無理ですよ。
待て待て、心配しないでくれ。お前たち、とびきりの助っ人を用意したんだ。ん？よし、来たな。紹介しよう。助っ人の皆さんたちだ。彼らに砂漠の殺し屋を捕まえてもらう。砂漠の殺し屋がいる魔中の住処はバクラバ砂丘という場所の一番奥にある。まずは西の関所を抜け、バクラバ砂丘に行こう。よし、行くぞお前たち。声が小さいぞ。ねえ、サソリちゃんを捕まえに行くんでしょ？楽しそうじゃない。あたしも混ぜて。ん？サソリちゃんなんて楽しいもんじゃないぜ。だいたいあんた旅芸人だろ。サーカスの方はいいのか？サーカスよりもあのお坊ちゃんのことが気になってね。ね、私もついて行っていいでしょ？あなたならそう言ってくれると思ったわ。足手まといにはならないから安心してね。それじゃ張り切っていくわよ。おう！
お楽しみいただけたかしら。はあ、ようやく休めそうな場所に出たな。とりあえずここで休んでいくとしよう。サソリを捕まえるのはまた明日ってことで。なんだ、あなたも来てくれたのか。見ての通りだ。明日に備えてここでキャンプを張ることにしたからな。ええ、ここらで休むのは賛成だわ。サソリちゃんは手強いと噂だものね。私たちも戦いに備えて休みましょう。あなたたち男二人女二人の四人旅なんてロマンチックじゃない。どうして旅なんかしてるの？今はまだ全てが明らかになったわけではありませんが、勇者にまつわる伝説、その全ての謎を解き明かすために命の大樹を目指す旅をしているのです。もしかしたら世界に最悪をもたらしたという邪悪の神と戦う日が近い将来訪れるのかもしれません。ダメよせいにゃ、見ず知らずの旅芸人にそんなことまで話しちゃ。へえ、みんなの笑顔を奪おうとする邪悪の神ちゃんって悪いやつがこれから復活するかもしれなくって、あなたたちはそれを倒すために旅してるっていうの？何それ、面白そうじゃない。こんな話を鵜呑みにするなんて、あんた変わってんな。そういうシルビアはどうなのよ、なんで旅をしているの？私のことはいいわよ。さあ、明日はサソリちゃんと決戦よ。おしゃべりはこれくらいにして寝ましょう。なんだよ、もったいぶりやがって。たく、変なやつだぜ。私たちの勝ちよ。やったぜ。
この辺りにいるはずなんですが。ほっ、なんだ、どこにもいないじゃないか。仕方ない、砂漠の殺し屋は僕を恐れて逃げたと父上に報告するとしよう。王子、砂漠の殺し屋デストピオンです。さあ、サソリちゃんのお出ましよ。騎士の国の王子様らしいところを見せてあげて。もうしょうがないわね。兵士ちゃんたち、お坊ちゃんを頼むわ。さあ、行くわよ。気をつけて。せーの。
丈夫ですか？助かったぜ。はっ！砂漠のみんなを苦しめるサソリちゃんにはお仕置きをしなきゃね。ああ、ああ、なんだ、砂漠の殺し屋といえども全然大したことないじゃないか。お前たち、いいな。これは僕の手柄だと説明するんだぞ。はい、もちろんです、王子様。うん、よし。君のおかげで、なんとかなりそうだ。本当にありがとう。今度こそ虹色の枝の剣は父上に掛け合うから安心してくれ。あなた本当にこれでいいの？こんなやり方で名誉を得ても何も変わらないと思うけど。僕だって好きでやってるわけじゃない！父上や国民の期待を裏切らないためにはこうするしかないんだ！そう、あなたはそうやって生きていくのね。お前たち、行くぞ！これで正しかったのかわからねえな。あんたの言う通り、あのヘボ王子はこのままじゃ何も変わらない気がするぜ。でも、あの子は今の自分に満足していない。何かきっかけさえあれば、もしかしたら化けるかもね。私はそろそろ行くわ。旅の途中で見かけたら挨拶ぐらいしてね。それじゃ、アデュー。砂漠の殺し屋を捕らえてきたぞ。ありがとう、ありがとう。勇敢な王子がいる限りサマディ王国の未来は安泰だ。さあファーリスよ、民に言葉を。皆さんの声援を力に変えることで、この通り砂漠の殺し屋を倒し捕らえることができました。ありがとう。
後もこの国の王子としてより精進を重ね。みんな慌てるな、俺たちには王子様がついてる。王子様がきっと魔物を倒してくれるはず。お、確かにファーリス王子がいれば安心だ。どうしたファーリスよ、お前ほどの実力があれば問題なかろう。民の期待に応えるのだ。父上、僕には無理です。はい。決したる者、信念を決して曲げず国に忠節を尽くす。必死たる者、どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう。そう、あなたは騎士の国の王子、卑怯者で終わりたくなければ戦いなさい。僕は騎士の国の王子。やればできるじゃない、かっこよかったわよ。あなたいい、騎士の国の王子様なんだから、いかなる時も騎士道を忘れちゃダメよ。待ってくれ、騎士道に深い理解があるようだが、そなたは一体何者なのだ。ただのしがない旅芸人よ。父上、母上、というわけでレースを走ったのも魔物を捕らえたのもこの方だったのです。顔を上げよファーリス、わしたちはこれまで等身大のお前を見ずに見合わぬ重圧を与えていたようだな。謝らなければいけないのはわしらの方やもしれん。これからは妻と共に考えを改めるとしよう。だが先ほどの戦いで見せた勇気はなかなかのものだったぞ。防戦一方とはいえ騎士の国の王子としてふさわしい戦いだった。あの勇気があればいつかはお前の目標であるデルカダールの猛将グレイグ殿の隊にも入れるであろうな。グレイグって俺たちを追ってた。
ところで父上、一つお願いがあります。ここにいる皆さんは虹色の枝を求めて旅をしているのです。お世話になったこの方たちに国宝である虹色の枝を差し上げてもよろしいでしょうか。虹色の枝か、そいつは無理だな。行商人に売り払ってしまったからの。虹色の枝を売り払ったですって？あれは国宝ですよ。どうして売ってしまったんですか。バカモン、なぜ今年のファーレス愛があそこまで豪華にできたと思っている。全てお前のためにやったんだぞ。そんな。すまないことをしたな、旅の者よ。虹色の枝を売った行商人だが、ここより西のダーハルーネに向かうと言っておったぞ。これを持っていけば西の関所を越えることができる。ダーハルーネで情報を集めるがよい。すまない、虹色の枝のことは本当に知らなかったんだ。この通りだ、許してくれ。代わりと言ってはなんだが、サマディの騎士が使う伝統的な修行道具、このボウガンを受け取ってくれ。このボウガンで遠くにいる魔物を撃つと怒って近寄ってくることがあるんだ。うまく使えば効率よく戦いの経験が積めるぞ。君たちには本当に世話になった。何か困ったことがあったらまたサマディに来てくれ。この僕がいつでも力になるからな。
待ってたわよん。はい。げ、何しに来たんだ。まだ俺たちに用があるのかよ。よっ。はっ。もう決まってるじゃないの。私もついていくわ。命の退治を目指す旅に。そして邪神ちゃんを倒すのよ。おいおい冗談じゃねえ。いきなり出てきて何言ってんだ。俺たちの旅は遊びじゃねえんだぞ。うん、もちろん遊びでついていく気はなくてよ。旅芸人として世界中を回ってたくさんの笑顔と出会ったわ。でもね、それと同じくらい魔物に苦しめられている人たちの悲しみにも出会ったの。私の夢はね、世界一大きなホールを建てて、そこで盛大なショーをして世界中の人々を笑わせることよ。でもみんなから笑顔を奪おうとする邪神ちゃんがいたら、その夢も叶わなくなるじゃない。だからあなたたちの旅の目的は私の旅の目的でもあるってわけ。それじゃあみんなこれからもよろしくね。やれやれ、相変わらず強引なやつだぜ。で、あなたたち、とりあえずこれからどうするの？命の大樹への鍵となる虹色の枝、その枝を手にした商人を追ってラーハルーネの町に行こうかと思います。うん、なるほどね。でもあそこは港町、もう船に乗って海に出てるかもね。そしたらどうやって追うつもりかしら？そうですね、その場合は定期船を乗り継いでいくしか。ダメダメ、定期船なんかじゃあまりにも時間がかかりすぎるわ。いつまで経っても追いつけないわよ。それじゃあどうしろっていうの？船で行けばいいのよ。自分たちで自由に使える船でね。そう、私が持ってる船。シルビアさん、すごいわ。やっぱりただものじゃないと思ってたのよ。その船、お借りしてもいいですか？もちろんよ、仲間じゃないの。それじゃあ、私の船が泊まっているダッハルーネに行くわよ。ダッハルーネはここより西。さあ、出発。